はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズで今回も鉄血のオルフェンズステージ6やっていきたいと思います。なんかヒミコみたいなやつがいるね。統制か、統制統率系はそんなにいっぱい必要なわけじゃないからね。地球界円軌道統合連合なんか艦隊みたいな、なんかめんどくさそうな名前のやつは一般兵だけど。ギャラルホルンの正義を問うクーデリア・アイナ・バーンスタインの声によって、鉄火団はアリアンロッド艦隊の包囲網を突破。しかしこの一件によりギャラルホルンからマークされることとなり、無事タービンズと合流するも地球へ降りる手立てを失ってしまう。青い地球を目前に控え、行く手を阻まれた鉄火団だが、そこにモンターク商会を名乗る船が接近。謎の商船を率いていたのはあの仮面の男だった。突然申し訳ない、モンターク商会と申します。またお会いしましたね、クーデリアさん。知ってんのか。あ、いえ、少し。タービンズのなぜタービンだ。で、貿易商とやらが一体何のようだ。ええ、実は一つ商談がありまして、私どもには地球降下船を手配する用意があります。はあ。あなたの革命をお手伝いさせていただきたいのです、クーデリア・アイナ・バーンスタイン。パトロンの申し込みか。こいつは商談じゃなかったのか。もちろん商談です。革命成功の暁にあなたの独立運動の支援者、そしてマクマード・バリストン氏が得るであろうハーフメタル利権、その中に私どもも加えていただきたい。え？なるほどな。いかがでしょうか。まだ始まってもいない交渉が成功すると。少なくともドルトコロニーではその兆しが見えました。返事はいつまでに。あまり時間はありません。なるべく早いご決断を。加えてモンターク商会は挨拶代わりの品と称してミサイルや弾薬などの消耗品を鉄火団に提供。地球圏でも貴重な機体であるガンダムフレームの補充パーツまで用意された徹底ぶり。このクーデリア側の全てを見通すようなモンタークの行動、その真意に少年たちは意外な形で触れることとなる。おう、ミカ、モンタク商会からの荷物はどうだ。うん、おやっさんたちが中身を確認してるとこ。っていうか、なんでチョコの人がいんの。その洞察力、さすがだな。え、って、あの時のギャラルホルンの。何？ギャラルホルンだと。まさかあんた、俺たちを罠にかけるつもりで。君たちなど罠にかけて、私に何の得があると。じゃあ何が狙いだ。そうだな、君たちに小細工をしても見破られるだろう。私は腐敗したギャラルホルムを変革したいと考えている。より自由な新しい組織にね。君たちには外側から働きかけ、その手伝いをしてもらいたい。は？そんなこと俺たちにできるはずが。現にクーデリア城と君たちはやってのけた。だからこそ君たちに力を貸す。利害関係の一致というやつだ。まだ罠だと思うか。そんなの分かんないよ。まあよく考えてくれたまえ。
ああ、私のことは内密に。もし他言したならばこの件はなかったことにしよう。仮面の男の正体、マクギリス・ファリド。ギャラルホルンの変革を目指すという彼の力を借りることは彼の理想、あるいは野望に自分たちが利用されることを意味した。それでも鉄火団とクーデリアは彼の申し出を承諾する。毒を食らわば皿まで。今はただ前へと進み続けるために。願いの重力。
友人が目標エリア5ターン。どれをどう動かすの、これもう連結してるってこと。これこのまま下に行ってもさ、こいつがいるよね。どうすべきだ。突っ込んでっていいか。とりあえず最初は突っ込もう。攻撃するべき。いやー、どうするこいつら一気倒して左に行って突っ切るか。2万2000でも機体自体は変わらないからな、性能は。ちょっとあんまり食らいたくないから、そのままにしとこう。よっしゃーてめえら、いくぜー。3000か、まあ、3500か。爆発されて4000。火力はこっちの方が高いな。 70% なんてかわせないな。で、多分これもうこのまま一応狙えるのか。いや、やっぱこっち倒すとピンポイントがない。ゴリ押すしかないか。え、きついぞこれ。これで食らって、あ、クリティカ出た。5000、損傷率 50% 突破。エネルギー使っちゃうから回避しとこう。で、1万2000、めちゃくちゃ5800しかないんだけども、こっから先が問題なんだよね。だからいけないか、詰まっていけないから、やっぱどっちか破壊しないと無理だ。ここまで行って、まだ1万2000もあんの。普通死ぬんですけど次。いや、待って、 94% だよ。だってあれ、普通にブルワーズ艦崩壊して出てきた。なるほど、そういうことか。とはいえイサルビだけだとな。数で来ようが俺たちを止められると思うなよ。回避した、やった。これででもいけるようになった。いけるようになってんな。何のために戦闘したんだか。でもあと1ターンでいけるか。60% くらいだったらなんかちょいちょい回避してくれるのはありがたい。まあ 40% で回避できるかね。イサルビもやばい。これで届く。すげえ、移動力がめちゃくちゃあんな。行きました。
このまま連戦か。さあこっちとこっち、あ、なんかどっちか、あ、でも向きはすぐ変えられるからいいか。3ターン経過 75% 保って3ターン経過。まあこいつを守りきればいいんでしょ。どうしようかな。どっちかは後ろに行くからこっちでいいや。でミサイルでやっておこう。バリアか、攻撃力高いか、防御、まあいいや。でウィジン、ウィジンはこっちかこっちに乗せ替えたのか。フリーダム、ミーティア、でかそう。じゃあ、まあ、まずカトルでぶん殴って、でフェザーファンネルがいけるから倒して、さすがにここら辺の漏れ影みたいな読み方が分かんねえけど、期待はいらないでしょ。これあってもいいんだよな、ロングバレルライフだから。うーん、でも前にやろう。でバルバトストート第5形態か、すげえな、結構上がってる。240、235、240、期待性能も強え。だってデジュメナスはデュナメスはこの組み合わせでいくか。あ、倒せる倒せる、いいじゃんいいじゃん。で一応マークギルダも、ま、出しておくか。で GN ミサイルでいけんのか。爆発もつくからな。オッケーオッケーオッケー、じゃあ初期はこれでいいや。一応フルフレームを出しとこう。でスーパーソニックトランスポーターはこっちで、上から来るやつはちょっとこの2人にタゲを取ってもらうか。フリーダムでかマジでかすぎる、使いづらそう。まあいいや、対艦ミサイル力を見せてやる。ガンダムの姿で敵部隊を翻弄する。そこだ、なんだと、3000か、そこそこ食らうな。集中砲火浴びそうだ。三日月いける、3000は減らせられるよね。こっちもうまくやんなきゃ。これ下とか下向いたわ、そういえば。なるほど、上部隊はちょっとこっちだな。じゃあ展開だけしておこう。もうやばいんだけど。あと6ターンとはいえやばい、帰ろう。え、どうやって帰るの。そのマス目ちゃんとやんないと帰れないの。そんなバカな。死の、ちょっと君は前へ行ってくれ、邪魔だ。こいつを減らしておこう。これで帰れる、帰れる帰る時もこのマス確保しなきゃいけないんだ。
打ち漏らしはちょっとこいつに任せよう。ロングレンジライフル。本当のデブリにならねえように気をつけねえと。上も倒す。こいつあればな、バルバトス時代の人戦闘がだいぶ楽になりそう。射程長いしね。まあ、5形態も結構機体性能いいからな。戦艦連携で2体か2体9000だったらなんかそのまま当たりそうなんだよな。1万いくからね。じゃあこいつらか、どうにかしなきゃいけないのは。この戦艦連携打てるけどちょっとあれか、やっぱ引きでいこう。ちょっとこっちにくっつこう。バリアント、バリアントって後ろにも打てるんだで4700って当たったっけ。バルバットに任せよう。ダメだったらこいつで仕留める。良いではないか。狙われた。であと5ターン。こいつ回復してる。あ、回復してるっぽいだ。じゃあなんとかなんな。とりあえずもうなんか周りの敵は戦艦連携でいけっかな。4000だったら5、6までか。こっちもいるんだよな、減ってるやつ。でこいつ減らしとくか。 76% 回帰しちゃった。3、4、下4体はこれで OK。 で一掃して、上も来てるけどな。こいつ一足早く来てるの。なんでこいつ止まってんだ。311の、シノちゃんを一回攻撃当てるか。一応支援もハルバードでやって、でハルバードで倒して、上はまだ大丈夫だな多分。ちょっと一旦こいつを倒して下げよう。いや、なんかダメかもしれないな。ちょっと歴史は意外にやばい。フリーダム出すか。フリーダムっていうかさ、あっちのフリーダムね、やっぱ超使いづらいんだよ、現実問題として。でかすぎるしさ、その割にめちゃくちゃ硬いかっていうとそんなことないしさ、射程位置入られると攻撃できないしさ。動かせるようにはしとこう。でよ、戦艦連携を、戦艦連携今1体しかできないからやっぱ出さないとダメなんだよ。こいつはこれがあるからね。艦砲射撃ってどうなの。509消費1000しかあったね。でさらにヘビーアームズ出すか。でこいつとヘビーアームズの一斉射撃で多分倒せる。
倒せるよね。オッケーオッケー。右上はとりあえずオッケーか。これでさて左上はまあ大丈夫だと思って、これで一旦ここで戦艦連携で、ここか、1-2-3、これでどうですか、回避されたもしかしてよりによってこいつ回避してきやがった。ゆるさん防御か、射程意外に短いのか、反撃食らってでもダメージ与えたい感じ。ここでの数値を高くて貴様だ、攻撃する。なんだというのだ、避けられるものか。被弾したか。ちょっとマジでクサミーティアのあれ考えないとね。で、これガードされて全然いいのよ。よし、荒屋敷も馴染んだ。一気にやるぞ。往生際が悪い。マサヒロとの記憶とともに、俺は戦う。余裕だな。かわされた。こいつ杖やるじゃないか。三日月投入する。火力的にはでもメイスが一番あるのか。ガチンコの殴り合いだ。やってやるぜ。ミスミス逃がしてはおけん。ガリガリガ。前よりも早いな。お前に引導を渡すためわざわざ用意してやったんだ。ありがたく思いながら行け。俺もあんたのために用意したものならあるよ。まさかリアクティブアーマーだと。パターンが分かれば対策くらいするよ。くそ、ネズミが。俺には誇りがある。あ、そう。な、やらせない。アイン、アイン、なぜ俺を。あなたは誇りを失った俺にもう一度立ち上がる足をくれた。あなたを見殺しには。なんかムービーが始まったんだけど、これそう、そういえばさ、クエストがあってさ、ゲットゲージマックスにする。なんかこれはでもあんまり関係ないか。まあ、あとは殲滅していきましょう。よし、クエストは達成。
私をコケにした報いは必ず受けさせる。教えてあげるわ、宇宙ネズミ。ここが誰の空か。なんか変な騎士みたいなのがいるな。グレイズリッター。こいつは？グリムゲルで。なんか若干ジンクスみたいな。ちょっと下がりながら戦おう。で、こいつらもどうにかしなきゃいけなくて、もう、バルバックスに任せるか。4700とかもいいでしょう。投入されてるしね。ってことはよ、やっぱ減らしておく必要があるな。これ対空攻撃で減らそう。よし、これでまず倒せるこいつら。でまた一応ゲージ上げられるだけ上げていこう。あと3ターンでどこまで来る。いや、増援が手ぶれで分かれる。こいつらなんか大気圏効果に巻き込まれるんじゃね。若干ちょっとアフェンジェル縦にしすぎたからな。あと2ターンか。バルバトスって単独で大気圏突入能力持ってんのか。こいつら本当にしつこいな。死なばもろともだな。ちょっとモンタークちゃん上げていきますか。やらせてもらう。マジめちゃくちゃ強キャラ感があるけど、機体がどうなんだろうね。6しか乗ってない。でも絶対ここ以外出てこないよねこいつ。半分くらい溜まって終わりかな。こんなに来てバルキュリアブレードかっこいいな。君たちの相手は私がしよう。逃がしはしない。まあ強いは強い。左上始末するか。こいつ1万もあんのか。機械知識はいらないな。じゃあまた出しますか。ミーティアで減らそう。対艦ミサイル。対艦ミサイルだけでいいでしょ。全然なんか弱い気がするんだけど。4600はいけんな。クリティカル出せるし。一応解凍しとくかこっち。
て、あ、バリアント当たる、防御かましょうがない。で7000、いや7000は無理だな。フルテームも多分無理だな。こいつの GL ミサイルも無理。もうビーム系全然当たんないからね。一旦帰ろう。ターン制限があるからなかなか経験点稼げないな。あ、いなくなっちゃった。最後こいつで倒そうと思ったのに。まあいいや、あの機体どうしても欲しいわけじゃないから。4600、まあ稼げるだけ稼げるか。ここでCも第5形態であることを祈ります。届かないな。近場のやつを倒すか。あれ6000ってどうだったの。ぶん投げれば当たるかな。メイスで、まあ、当たんなかったら当たんなかったで。あ、7000当たる。でこいつもなんか統率力か。まあ1は微妙だしな。こいつ何持ってるの。統制2か。あ、倒しとく。一応あれだしね。じゃまずこいつで5100、6400、あれいくつだった？メイス。このカルタイ衆が相手になってあげるわ。また変なのが増えた。さあこれで地球降下。ミカ戻ってこい。ミカッキー、なんとかならないんですか。ダメだ、通信が繋がらない。ミカ返事をしろ。ミカ、地球の重力ってすごいんだな。行くんだよ。どこに。ここじゃない、どっか。俺たちの本当の居場所に。本当の、それってどんなとこ。え、わかんねえけど、すげえとこだよ。飯がいっぱいあってよ、寝床もちゃんとあってよ。あとは、あとは行ってみなきゃわかんねえ。見てみなきゃわかんねえよ。見てみなけりゃ。そうだよ、どうせこっから行くんだからよ。そっか、オルガについて行ったら見たことないものいっぱい見れるね。ああ、だから行くぞ。その場所を見たい。お前はどうだ、バルバトス。
ここで終わりにしないで。あなたの大きな手はきっと大切な何かをつかめるはず。きっと。出たよ、地球だ。三日月は？ミカ、どこだ？三日月。ヒヤヒヤさせるぜ、お前はよ。ここが地球、あれが三日月。戦艦バナディス、違いがわからん。絵がくっついてるだけじゃねえかよ。え、結局友人どうなったの。カルタイシュ、あ、こいつも使えるようになった。いやー、ちょっとまあ予想はしてたけど、見ては微妙だよね。で、今度多分地球になるから、まあでも地球用の空中用補助パーツつけてるから、まあ、空中 B ではあることは確かだけど、そこまで防御力高いわけでもないし、火力も高いわけでもないし、でかいしっていうね。まあパージ機能があるからね、パージしちゃえば、ね、普通のフリーダムになるから全然いいんだろうけど、まあ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 、でも、まあ、せっかくなんでミンティア機はこのまま使っていきたいと思います。でお金はちょっと貯まりつつあるんだけど、結局なんだっけ、スキルの、スキルじゃなくて育成のアビリティで経験値がキャラクターだけたまらなくなるやつをつけていきたいんで、まあそれ用にまあ貯めつつ、あとは、まあ、こっちのクルーだよね、こっちのクルーにもちょっとお金を使っていかなきゃいけないんで、まあ金はいくらあっても足りないっていう感じです。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。